皆さんこんにちは。今日は今年出る大会についてちょっと皆さんにお話しできればなと思います。まずその大会に関してなんですけど、今年は、去年以前動画で多分お伝えしたと思うんですけど、12月の7日にNPCJ っていう団体の大会に最後出てるんですけど、今年も、ちょっと団体の名称は変わってしまったんですけど、大会名も同じですし、日程もほぼ一緒、12月5日に行われる、FWJ でフィットネスワールドジャパンっていう、その団体のまた同じ、ワールドレジェンドクラシックに、今年も出ます。で、個人的には、リベンジしたいなっていう気持ちがすごいありまして、もちろん去年も自分の中ではしっかりと準備をして、良い状態では大会に出れたんですけど、やっぱり結果的にはね、入賞はできましたけど、目標としてた結果には及ばずっていうところもあり、あとはやっぱりもうちょっと自分のコンディションだったりとか、よくもう少しもう一段階よく持っていけたんじゃないかなっていうところがあったので、その2点も踏まえて、今年は必ず優勝できるようにちょっと準備していきたいなと思ってます。で、もちろんフィジークには出るんですけど、ノービスクラスと、オープンクラス、一番上のクラスがあるんですけど、両方一応出る予定ではいて、ノービスクラスはちょっと今年はいい加減と言ったらちょっとね、生意気かもしれないですけど、さすがにそろそろそこは優勝したいなと思ってるんで、まずノービスクラスは優勝するっていうところと、オープンクラスもファーストコールにしっかり読んでもらって、上位争い最低限入賞できるような、結果を出せるように、自分の中で去年大会が終わってからじっくりと、ちょっとオフも長めに取ってたので、毎年結構休みが少なかったので、今年はしっかり食べて体重もある程度増やせたんで、去年よりは絶対いい体に仕上がることは間違いないですし、トレーニング、食事、この2点ですけど、しっかりやってこれたと思っているので、その結果を今年の、同じ大会でまた披露できたらなと思っております。一応プラン通りここまでやってこれてるので、そのままプラン継続して、ちょっと減量は早くなってしまうんですけど、当初よりは長めに減量しようかなっていうところで、今年は今まで競技始めてきて一番減量をちょっと長く取るような感じになってます。一応半年減量するような感じでやっていきたいと思いますので、次の動画とかで減量についてとか、具体的に順を追ってやっていくんですけど、予定、自分のプランをちょっと皆さんにご紹介できたらなと思いますので、そこはまた次の動画でご案内していきたいと思います。で、大会があるにしろないにしろ、自分の体を一回絞って、どこまで去年と変わったのかっていうところはやっぱ毎年1回は確かめなきゃいけないと思うので、そこも含めて減量はもし大会がなくなったとしても、ある程度のところまでは継続していきたいと思います。でもし大会がね、無事開催されるのであれば、半年先なんですけど、ご都合が合えばですね、今年の12月5日に、大会出ますので、応援の方よろしくお願いいたします。で、その大会までの様子だったりとか、できる範囲で動画とかも外で撮っていければなと思いますので、やっぱりそのブログ的な動画をちょっと何気ない日常じゃないですけど、チャンネル名にもある通りで、日常って書いてあるんで、本当普段の生活というかところを、リアルなところを見せていければなと思います。ほとんどトレーニングとか飯食ってる動画ぐらいしかないと思うんですけど、
でもたまにね、誰かとトレーニングしたりとか出かけたりとか、そういうのちょっと自粛もね緩くなってきたんでご紹介できればと思いますので、皆さん今後ともみつるの日常ちょっとよろしくお願いいたします。